世界各地で開かれる抗議デモオリンピック開催の抗議デモ中国の人権問題では、中華人民共和国における中華人民共和国は中国共産党による一党独裁制国家であり、中国人民解放軍も中国という国家の主権維持や安全保障や中国国民の生命や財産を守るための国軍ではなく、特に近年は中国の急速な経済発展とともに人権の保護を求める国民と政府との間の紛争が各地で急増している。言論の自由及び報道の自由も参照中華人民共和国の報道機関としては中国政府公式の報道機関である中華人民共和国国務院直属の機関、新華社通信、中国共産党中央委員会の機関紙、人民日報、環球時報、中国唯一のキー局であり、国営放送局でもある中国中央電視台などが世界的に知られている。これらの報道機関はいずれも中国政府と緊密な関係にあり、中国政府を批判するような報道は一切なされない。しかし、改革開放以後、タブロイド紙が爆発的に増え、テレビは地方局が多数開設されたため、中国政府公式の報道機関である上記3大報道機関の影響力は相対的に低下しているとも言われる。しかし、新興報道機関は、中小多数で熾烈な報道合戦を展開しているため、大衆の好奇心を刺激するような論評で大衆の関心の高い事柄を報道するが、そのうち政府への批判的な報道は、当局から整頓と呼ばれる修正を命じられることが多く、上と下を見つつ報道していると言われる。また、体制批判ができないため、矛先を日本をはじめとする外国批判に向けているとも言われている。なお、国境なき記者団による世界報道自由度ランキングでは180カ国中177位にランク付けされている。中国政府は検閲による情報操作を行っており、政府にとって不利益があると認識した報道を規制している。グレートファイアウォール等の検閲システムを利用し、反政府や同盟国の朝鮮民主主義、人民共和国を中傷するウェブページを閉鎖。または回線を切断させる処置を取り続けている。2004年11月には違法インターネットカフェ1600店余りを摘発し、ネット上で政府を非難する自国人を逮捕し、メールの文章も検閲内容として規制されている。2006年の時点で Google や Yahoo、Microsoft などの企業も政府の検閲に協力し、中国国内での言論の自由を奪っているとして、国際的に人権団体等が非難している。2006年6月には中国のインターネット人口が1億2300万人に達すなどネット文化の進展に伴い中国政府はネット規制システムをバージョンアップさせている。一方でそうした検閲、規制を回避するためのシステムも一部で配布されていると言われる。中国の農村の民衆は諸外国が政府に対してどのような見解を持っているか把握できない状況となっている。しかし、ネットやメディアが発展した都会では、諸外国からの批判についての情報を得ることがある程度可能である。諸外国からの批判に接した都会の人々の反応は様々で、諸外国の批判に同調するケースもあれば、逆に愛国心に火をつけられるケースもある。2004年には韓国人の議員らが、脱北者に関する記者会見を中国国内で行おうとした際、中国政府により強引に記者会見を解散させられることがあった。諸外国の報道機関は中国政府に対して報道の自由が保障されていないとして非難したが、中国政府はこれが中国の文化であると主張した。反日活動など中国人の民族主義、排外主義的な活動への中国政府の関与に、ついては見解が分かれる。中国政府が日中関係への影響や国際的イメージの悪化を懸念し、反日活動の過激化を扱いかねているとの見解もある。現在においても中国政府は取り締まりを日々強化しており、毛沢東や鄧小平の時代のような報道規制、情報規制、言論統制を目指していると見られている。天安門事件時のリーダーの一人、王丹は、民主化、人権をめぐる状況は、天安門事件当時より悪い。事件以前、政府批判や民主化、人権の議論ができた。今や人々は、当局の弾圧を恐れて何もできず、何も言えないと2011年6月に語っている。表現の自由も参照中国政府批判や、北朝鮮批判の本も取り締まりの対象となる。事例、信仰の自由も、参照憲法には、公民は宗教信仰の自由を持つと規定されている。ただし、共産党の指導に従わない者は邪教となり、当局に弾圧される上、未成年者への宗教教育は禁止されており、チベット仏教、キリスト教やその地下教会、信仰機構集団、法輪功などの弾圧事件はよく報道されている。特に文化大革命の時期には、宗教が徹底的に否定され、教会や寺院、宗教的な文化財が破壊された。チベットでは、仏像が溶かされたり僧侶が投獄、殺害されたりしたと言われる。邪教とは、異端宗教を表す中国語で、邪教活動に参加することは、中国刑法第300条に基づき3から7年。以上の懲役刑が科される罪となる。中国共産党は、三次愛国委員会を通じて、全国の宗教団体を統制し、これらの宗教団体の長の任命は、党の認可が必要であり、現在多くの宗教団体のトップが党員である。世界各地で開かれる抗議でも、チベット仏教も参照。チベット仏教は、文化大革命の時期に徹底的な弾圧を受けた。現在ではかなり復興したとはいえ、まだ最盛期の頃の状態には程遠い。また、現在も中国政府の抑圧は続いている。僧院には中華人民共和国当局の工作隊が駐在し、強制的に僧や尼僧に政治的、宗教的信念の愛国再教育を行っている。1996年から1998年の間に、中華人民共和国当局による現代キャンペーンにより約500名の僧尼が逮捕され、約1万人が漱石を剥奪されたと言われる。2008年には中国チベット自治区のラサにて抑圧されている怒りからチベット人の暴動が起きたが、中国政府によって弾圧された。チベット亡命政府によると確認されただけで、死者は少なくとも80人はいると発表された。それと同時に、世界各国の中国大使館前では中国政府への抗議活動が繰り広げられた。中国のキリスト教も参照。キリスト教のうちカトリック系の中国天主教愛国会は1958年からは本来ローマ教皇だけに認められている司教ら聖職者任命を独自に行っている。信徒は350万人、聖職者が4000人、教会、礼拝堂が4604カ所と言われる。上記は中国政府の統制下にある教会で登録しているキリスト教徒であるが、その他に中華人民共和国政府に統制されていない未登録の地下教会のメンバー数は8000万から1億人に上るとも言われる。法輪功も参照。1999年7月、紀行で知られる法輪功に対し、中華人民共和国政府は、迷信や邪説を流布して、民衆を騙し、騒ぎを起こして、社会の安定を破壊したと断定、違法組織と認定し、一切の活動を事実上禁止した。明経ネットによると、法輪功は、仏教的要素を取り入れた、機構集団で、創始者の李弘氏が1992年から活動を始め、日本など、約20カ国に学習者がいる。学習者数は1999年の迫害当時、中国政府の発表で1億人に達したとされている。中国内の法輪功学習者の迫害による死者は2005年末、現在3000人近くに上るという。現在でも秋葉原など都内各地の街頭や東京の中国大使館や各都市の中国領事館で迫害事実を訴える法輪功の学習者らが見かけられる。中国共産党宣伝部は、日本でいうオウム真理教のような存在という表現で、法輪功に対してレッテルを貼っている。居住移転の自由も参照。原則として、中国では戸籍のある場所にしか住めず、移動の自由は存在しない。これは1958年にできた中華人民共和国戸籍登記条例による中国の戸籍制度の根幹である。もともと配給制なども存在した計画経済時代に確立した制度である。21世紀に入ってから戸籍にまつわる制限は緩和されたが、現在も全人口の3、4である農村戸籍と1、4を占める都市戸籍との間での移行は極めて困難である。これら2つの戸籍の間では、今でも教育、就職、医療、社会保障などの条件が異なる。都市戸籍は、産時制限を課せられているため老後の保障として、年金制度が整備されている。この一方農村戸籍は、農地の使用の権利を有するなど、個々に長短があり、一概にどちらが有利とは言えない。近年、都市部と農村との経済格差が顕著となるとともに、都市部への人口流入が問題となっている。合法的な出稼ぎにおいても、農村戸籍の人間が出稼ぎに行くときには、暫定居住証を発行してもらい、外来人口管理費などを納めなければならないといった制約が存在する。したがって違法な人口流入も相当数に上ると考えられている。これとは逆に、大規模開発においては、不十分な移転保障の下で農民などが、強制的に移動させられる場合も多い。中国の現在の高度成長は、農村部から流入する低賃金の労働者に追っている側面が高い。したがって、かつて、蛮流と呼ばれる農村の労働力の流入を一概に禁止してはいないが、農村戸籍の指定の都市の小中学校への入学を制限するなど、世帯単位での都市への流入を制限する政策を実施している。裁判を受ける権利も参照中国の司法に関しては、いくつかの問題が内外から指摘されている。中国の警察などでは、中国政府を非難する者に対しては速やかに逮捕し、密かに拷問での自白強要を行っているとも言われている。司法も裁判所の制度も日用米の諸外国と大きく異なっている。死刑の場合は判決後数日以内と迅速に決行されるケースが多い。控訴する権利は与えられてはいるものの実際に控訴で逆転できる例はわずかである。反政府運動の首謀者から汚職といった他人に暴力を振るったり生命の危機に直面させない罪などでも死刑判決即決業に該当する。人権擁護団体アムネスティ・インターナショナルの報告によると2004年で全世界で執行された死刑囚の数の9割以上が中国で行われており、同団体に非難されている。また、チベット解放運動家はしばしば処刑されていた。同団体の報告によると、パンチェンラマの生まれ変わりとされた少年を政治犯として逮捕している。処刑方法は、ほとんどが銃殺刑であるが、遺体の臓器移植がよく行われるため、器官に傷つけない程度で銃殺されることが多い。最近は、中華民国の死刑執行方法を取り入れて、薬物で麻酔した上で銃殺するケースも増えてきた。中国の裁判官の評価基準の一つに、有罪判決件数のノルマがある。有罪判決のノルマを達成するため、裁判官や検察官が、被告人が無罪であると考えても、執行猶予付き判決を言い渡す場合もある。中央政法委員会は、ノルマに基づく評価を止めるよう求めており、最高人民法院は2014年12月にノルマ達成を重視しないよう求める判断を下すなど、状況は改善傾向にある。詳細は強制労働中国の強制労働を参照中華人民共和国政府はスーダン、ミャンマー、ジンバブエ、イラン、北朝鮮などの国々との関係を深めている。欧米諸国はこれらの国々を人権やその他の問題で非難することがある。中華人民共和国政府の動きは、欧米諸国がこれらの国々に制裁を加え、関係が凍結している隙をついたものと指摘されている。これら5カ国と中国の指導者は、米紙ワシントンポスト、週末マガジンパレードの世界最悪の独裁者ランキングに含まれている。中華人民共和国政府は、スーダンとイランとの関係強化は、エネルギー供給を目的とし、ミャンマーとの関係強化は、インド洋への足がかりを目的としている。北朝鮮の脱北者を強制送還に積極的である。中華人民共和国は、こうした問題とされる国家との関係を維持するため、例えばスーダンのダルフール紛争の大量虐殺に対する国際介入に反対する動きをとっている。アムネスティ・インターナショナルは、電気ショック銃やスパイク付き金属警棒などの拷問道具の製造を手掛ける中国企業が存在すると報告している。これらの製品は中国国内で使用されるほか、アジアやアフリカに輸出され、各国の人権侵害に拍車をかけている。これらの企業は、ほとんどが中国国営であるとされる。中国政府は、ノルウェーノーベル委員会に対し、劉明派に授与すれば、中国とノルウェーの関係は悪化するだろうと圧力をかけていた。しかしながら委員会は圧力に関わらず受賞を決定した。トルビョルン・ヤークランノーベル委員会委員長は中国政府によって逮捕監禁中のこの劉明派へのノーベル平和賞授与の理由について、今中国での人権抑圧に目をつぶれば世界での基準を下げることに直結すると述べ、人権批判を弱める国際社会に警鐘を鳴らした。さらに経済などの権益のため、人権という普遍的価値の基準を下げることがあってはならない。だからこそ我々が声を上げたと述べ、中国に人権の改善を強く求めた。劉明派判決文、ザ・サイレント・マジョリティ、チャイナ、ザ・エコノミスト、エイプリル2005。ありがとうございます。